2024年、3月13日、多分110でに誰かいますね。最近ここの1階の部屋、各部屋に入って嫌がらせをしてきてる。で、さっき1階から男性老人の声がしてきたんですけども、自分のことしか考えてへんからって言いながらヘラヘラ笑ってる声。ああ、こいつらですね。自分のことしか考えてないからとか笑って言ってました。昔あなた僕見たことある？で、はい、いや電波の合意かどちらか分かんないから一応聞いてるんです。ああ、はい、そっちの方、そっちの方。え、ああ、その方の声じゃない。じゃあ違う。あ、今ちょっと電話しとったの私なんですけど。あ、ほんで ここで、ま、あ、そうしたらもしかしたら前の台に行ったかもしれないですが。ああ、そうです。老人男性の声で。あと、最近この列の家、あの、はい、エレベーターまでの手前のところで何か起こってたんですか？いや、今日僕初めてです。老人男性の声で、自分のことしか考えてへんからということで、その釘を打つ、あの工事用の建物をつけるときにこう釘を打つガンみたいな、はいはいはい、みたいな、あれを打ち込む音と、はい、でそれをね、聞かされていたのが、1の8とかも4人が出入りしてるんですけども、はい、その音とか電波で攻撃されて、その人間が直接言ってるんじゃなくて、以前に誰かここの建物とか、はい、内装工事しに来た人間の声とかを聞かされてるっていう、その検察庁からの、それが、この方で多分聞かされていて、それに対して、ものすごい大きな声で、わめいていたみたいな。あ、そうです。なんかそういうことがあったんで、まあ、それ聞いたんです。あ、まあ、あなたたちの声じゃないってのは分かりました。そうですか。はい、そう思います。はい、すいません。もうこんな状態、本当に。こんな生活、本当に無理。じゃあ電波の攻撃、誰や一番最初に仕掛けてきた、もう老人、この辺におらへんやつかもしれん。で、このエシュオンとかのシステムの人間の音声を、集音してるシステム、問題がありすぎますね。あと動画をちょっと待ってくださいね。椅子持ってきますので、方の声じゃなかったですからね。あ、これ日本全体だけじゃなくて世界全体でどうせ同じような現象があるでしょうから、あ、テレビ局のやっぱりバグ、テレビ局に権限を持たせすぎ、もしくは行政。これまた聞こえたと思う。いや、今のは違うかな。今のは実際に何か工事してたのかな。今のは風でもドア閉まった時にああいう音は出ますね。だからもう110とかこの隣接するところに人住ませない方がいい。もう家いっぱい空いてるんだから、この辺も。もうこれが本当、それだけでトラブルになるから。まあ僕がしたわけじゃないですからね。どうせ行政のスーパーコンピューターだから、理化学研究所の。だから、
そこ管理だから。もうそれで対応するしかないと思いますよ。じゃなかったら、まあ人間からできる映像はしっかりとありますけどね。あ、その機能とかね、夜男と女5人組とか、その次男3人組と女1人の4人組とか、まあ、行政の方で、対応のほどよろしくお願いいたします。だからもう110と310とかもう完全に開けて、家出て行かせてる状態、結局そこ入っても、その電波の攻撃と音とか、そこの春山聖子というの実際に、たむろしてる人間とかの声とかもね、いちいち鬱陶しいと思うんで、本当に家の前でそれやられたらもうみんな無理だから。出て行かせて、多数の人間が出入りしていて、まあ、テレビ局のアナウンサーも出入りしていましたね。で最終的に、まあ、事情を話しして、ここもう入るの禁止みたいな形になってるんですよ。もう110とかもそうしておいた方がいい。この間も入居してた人いましたけども、もう持たないみんな。それを住宅供給公社の人たちの方でそのリスト作ってね、だからもう普通に簡単に考えて、家がこう隣接するように住居者を入れないようにしておくと、もうそれでいいと思いますよ。だからいろんなところに家たくさん作りすぎて、そのいろんな人間が借りて、そこ入り込んで、カールガールいろんな人間が入り込んできて、悪さをすると。だからそういうふうな仕組みを作ってる連中が存在するから、もうそういう連中らの思惑にもう乗ってしまってるから、だからまあ例えばこう、家があったとします。そしたら、ここに人が住んでいたら、見えるかな？こうしようか。こうしましょうか。まあ、ここに人が住んでいたら、ここを開けておく。上に人が、上に家も、まだフロアがあったら、こういうこと。結構、ドアの音とか、今ね、集音しっかりできてますかね。そこそこ音うるさいんですよね。だから、それを、春山聖子に例えると、まあ前あれでドアの音バタバタバタやられたらたまったもんじゃないから、本当に。まあこれで行政の人たちも、よく分かっていただけたんじゃないかなと思います。覚えておいてくださいね。もうこれ何回も言って何回もその方向で話決定してるのに、まだすぐ同じようなことしてるから。